はい、どうもこんにちは。よろしくお願いします。普段はですね、ブルーキャットというですね、量子コンピューター向けのソフトウェア開発キットを提供しているですね、ブルーキャット社です。はい、よろしくお願いします。今回ですね、まあ普段業務やってる上で、まあかなりお客さんから聞かれることが多いので、まあ動画に残しておこうと思うんですけど、まあ、量子コンピューターのトレンドですね、2021年、特に2020年からですね、大手の GAFA を中心とした、Google とか Amazon とか Microsoft ですね、でそれにですね、さらに IBM を加えたこの4社ですね、が、まあ、量子コンピュータークラウドサービスで、まあ、かなり強いという話をしたいと思います。で今回ですね、量子クラウド4強という形で、量子コンピューターを使う上で、今まではですね、ベンチャー企業ですとか、個別の企業が、その、量子コンピューターを使うときには、独立したですね、それぞれの契約が必要だったんですけど、最近はですね、その流れがガラッと変わりまして、いつから変わったかというと、2020年から変わりました。で、きっかけはですね、アマゾン社の参入で、2020年のですね、夏にですね、アマゾン社が量子コンピューターの提供を始めました。で今まではですね、例えばリゲッティ社、アメリカのリゲッティ社が量子コンピューター、カナダの DEV 社が量子アニーラー、で、Google 社が Google のシカゴマプロセッサーというふうにして、1社1マシンだったのはですね、アマゾン社の戦略っていうのは、巨大なですね、AWS というですね、パブリッククラウドを持ってますんで、その上で複数のマシンをお客さんが、クライアントが自由に使えると、ユーザーが自由に選べるという方針に変換をしました。これによってですね、一気にガラッと量子コンピューターの業界がクラウドシフトしたわけですね。もともとクラウドサービスなんですけど、よりですね、クラウドの利点を生かした形で、まあ、量子コンピューターっていうのがクラウドを生かし始めてという話をしたいと思います。でまずですね、量子コンピューターはこれまで垂直統合といって、ハードウェアからクラウドサービスまで全てをですね、提供してたんですけど、まあ、特に IBM 社なんかは2017年からですね、自社の超伝導量子ビットを、まあ、KISKIT というツールを使って IBMQ というプラットフォームで、提供してました。で2020年に Amazon はですね、それとは別の戦略で、ブラケットというサービスで、ブラケット SDK というのを提供してですね、AWS 上でリゲッティと IonQ と DEV の3台をですね、選べるようにして提供しています。なので今までは1社1台だったのが、1種類だったのが、アマゾン社は1社で3種類。特に、リゲッティは超伝導、IonQ はイオントラップ、で、DEV は量子アニーラーということで、3種類ですね、違うものをですね、入っています。はい、アソートみたいな感じですね。で、これによってですね、今まで DEV が独自でですね、クラウドサービスを立ち上げてた。もしくはリゲッティが独自で立ち上げてたっていうところの、そのハードウェアメーカーが自社で立ち上げてたクラウドサービスで収益を取ろうとしたところが、ちょっとぼやけてきてて、もうみんなアマゾンの方に移行しちゃうんですね。なぜかというと、ちょっとですね、金額もとか利用とか申し込みの形態とか、あとサービスのサポートとかが、やっぱちょっとアマゾンの方がかなり、手厚いですね。信頼も受けますし。なので、ちょっとかなりですね、クラウド寄りになってるかなと思います。で、2017年ですね、IBM は2017年に IBMQ っていうですね、サービスを始めて、プラットフォームは IBM クラウドっていうクラウドサービスを提供しています。SDK って言ってですね、ソフトウェアを開発するためのツールは KISKIT というツールを提供しています。で、こちら IBM はですね、2017年やはり先行してますんで、かなりユーザーコミュニティがでかい。そして、自社のマシンができてますし、ロードマップもかなりしっかりしてるんで、IBM 社はですね、ちょっと一瞬ブレそうになったんですけど、かなり力強くですね、量子コンピューター先導しているということで、ユーザーがですね、莫大です。まず、はい。まず、なので、IBM はですね、まずですね、ユーザーがまず莫大にいると、すでにいると。ダウンロード数も桁違いです。で、かつ、先行してて、各国の教育市場に入り込んでいるというところが、かなり強みになります。で、その次にですね、ローンチしたのが Amazon 社で、2020年の夏にローンチをしました。で使えるマシンはですね、IBM の本体ですね、超伝導量子ビットよりはちょっと見劣りがするんですけど、ベンチャー企業であるリゲッティ社ですね、を使ってます。で、リゲッティの28量子ビットですとかのアスペン8で、30量子ビット前後のアスペン8とかアスペン9というですね、チップを使ってるんですね。ちなみにリゲッティの創設者は IBM からスピンアウトって言って IBM 出身なので、ちょっと IBM とリゲッティはですね、ちょっと仲が悪くはないと思うんですけど、少し似てるところがあります。ただ IBM の方がやはり、ユーザーコミュニティでかいですし、ツールもですね、充実してますし、ハードウェアの方の性能も、IBM の方が高いっていうんで、
ベンチャー VS 巨人というところで、まあちょっと叶いようがあるかわかんないですけど、まあリゲッティはですね、アマゾンのサービスの下に入ることによって、まあかなり安定したですね、運用ができるんじゃないかなと思います。で、アマゾンはですね、もう一個 IonQ といって、アマゾン社自身が出資するイオントラップ方式という方式ですね。こちらの方もかなり面白いロードマップが発表されてますので、そのうち動画に載せたいと思うんですけど、IonQ の11量子ビットマシンっていうのを提供しています。あとですね、ご存知の方もいるかもしれないですけど、カナダの DEV というところがですね、提供している DEV の量子アニリングというですね、ちょっと別方式なんですけど、そのですね、2000量子ビットマシンと5000量子ビットマシンというのを提供しています。アマゾンはですね、プラットフォームはですね、おなじみ AWS というので、アマゾンの稼ぎ会社である Amazon Web Service というところを提供してますし、SDK はですね、Amazon Bracket というですね、SDK を提供しています。で、なんといってもアマゾンの強いところは、パブリッククラウド世界1位ということで、クラウドサービスがめっちゃ強いですね。で、Amazon のブラケット自体はですね、政治メーカーという機械学習向けのツールですとか、あとはまあそのあたりですね、ツールを統合した形で提供されているので、例えば、まあ、その量子コンピューターのブラケットを使ってですね、新しいサービスを作りたいといった場合には、すぐにですね、Amazon の他のサービス、EC2 とか、まあ、政治メーカーとか、ラムダとか、コグニートとか、まあ、いろんなサービスがあるんですけどね、ダイナモとか、と連携してですね、すぐにですね、スマホアプリなどが作れてしまうというのがものすごいところですね。なので、そういったですね、すぐ作れてしまうということで、パブリッククラウド、クラウドサービスを一色単ですね、量子コンピューターだけじゃなくて、他のパブリックサービスのクラウドサービスと統合する形で使いますので、めちゃくちゃ有利になっています。で、クラウド4強のうち、ここまでは2強ですね。なので、2017年に発表された IBM、で、2020年に提供された Amazon 社、まず2社です。で、次に、出てくるのが Microsoft 社です。で、Microsoft は2020年出ると思ったんですけど、ちょっと遅れてて、2021年の予定になってます。で、まだパブリックプレビューといって、本格的には出てないんですけど、これから出るということで、今、ベータまで行って、ベータよりもうちょっと先ですね。一部の人が使えるという状況ですね。で、ハヌエルマシンですね。ハヌエルの H1 というマシンと、IonQ、あと QCI、あとはいくつかのシミュレーターという感じになっています。で、プラットフォームはですね、Azure というですね、パブリッククラウド第2位でして、SDK が QSharp という言語になっています。で、マイクロソフト社のですね、強みは何といっても Windows コミュニティでして、他のコミュニティはですね、Windows じゃないんで、で、Windows を使っている人は、まあ自然とですね、マイクロソフトのですね、Azure コンタムに行けば、まあ問題ないんじゃないかなというものになってます。で、ちょっと QCI っていうのはちょっとまだ進行で実機とかってあんま評判ないので、基本的にはやっぱハネウェルですね、のマシン、イオントラップマシンと IonQ のイオントラップマシンというですね、2台のイオントラップマシンをまあ使いこなすというふうになっていると思います。で、マイクロソフトはですね、マイクロソフトリサーチって非常に強力なですね、リサーチ会社を持ってます。リサーチ部門を持ってるんで、まあ、マイクロソフトリサーチのですね、人たちが作ってるのは、まあ、アルゴリズムとかソフトウェアとかっていうのは、スタックっていうのはかなり優秀で、まあ、マイクロソフトに関しては、まあ、Windows を使ってるから、まあ、その流れで Azure コンタも使いたい、量子コンピューターもマイクロソフトにしたいって言っても、まあ、現状で言うと全く問題がないと思いますんで、Windows でですね、Microsoft Azure Quantum 使ってるから、他のプラットフォームも気になるなと思ってても、まあ、正直言うと、Microsoft のユーザーコミュニティからすると、まあ、Microsoft の Azure Quantum で、まあ、十分ですね、活かせるんじゃないかなと思います。で、最後のですね、4強のうちの最後の1個は、ここは Google 社です。で、Google 社はですね、ちょっと遅れてて、2021年のですね、夏ぐらいの予定になっているということですね。で、こちら提供するのは Google はですね、かねてから開発しているシカモアプロセッサーというものですね、23量子ビットと51量子ビットというもので、まあ、量子超越というので話題になりました。で、プラットフォームはですね、Google クラウドプラットフォームの GCP。で、ツールはですね、かねてから、これから提供されてたんですけど、ずっと非公式だったんですけど、まあ、SARC というですね、ツールがあります。で、Google ですね、はちょっと、開発は先行してたんですけど、まあ、なかなかですね、IBM みたいに外には出してこなかったんですね。で、まあ、外に出すのかな、ちょっと懐疑的だったんですけど、まあ、2021年ですね、多分、まあ、投資した分回収しなきゃいけないんで、まあ、2021年出すということで提供しています。で、Google の特徴はですね、この他社の3社のパブリッククラウドとはちょっと違います。もうこれね、クラウド4強がすごい強いのは、それぞれの特徴が全部出てるんですね。IBM は教育が強い。Amazon はクラウドが強い。Microsoft は Windows が強い。そして、Google に関しては、ここはですね、TensorFlow っていうですね、深層学習、機械学習向けのツールがあるんですけど、Google はかねてからですね、ロサンゼルスですかね、の方にですね、
Google、Quantum AI ラボっていうですね、量子コンピューターと AI をくっつけるということをですね、目的として研究をしているラボがあって、ここでですね、すべてのものをやっているということですね。で、最近は GoogleX という別の部署でもやってるんですけど、基本的にはですね、やっぱ AI をやってるんですね、Google は。で、他の会社は、必ずしも AI じゃないです。材料計算ですとか、組み合わせ的化問題とか、金融計算とかなんですけど、Google からはあんま金融計算とかは聞こえないですし、組み合わせ的化は一部やってると思うんですけど、基本的にはやっぱ AI っていうのを非常に重視していて、Google も量子コンピューターに関しては、クォンタム AI というふうに言い切ってますんで、量子 AI ですね、量子人工知能というのをまあ重視しています。で、そこでですね、TensorFlow というですね、あと深層学習で有名なツールがあるんですけど、TensorFlow Quantum といって、この Google が提供している SARC のですね、量子回路用のソフトウェアと TensorFlow をくっつけることによって、さまざまなですね、深層学習や、あと量子深層学習といって、量子回路を複層にして計算するようなものっていうのを提供していまして、Google に関しては、ここのですね、AI への特化っていうのがかなり明確に出てますんで、この後発ですけど、そのですね、AI の応用という観点で言うと、まあ、ツールがですね、すでに始まってますんで、このあたりですね、それぞれの強みっていうのが非常に出てますんで、このパブリッククラウド4強ですね、量子クラウド4強っていうのはまあめちゃくちゃ強いなというのが感じます。なので、私たちもですね、ベンチャー企業で量子コンピューターしばらくやってるんですけど、まあ、正直言うと、今までは、その、まあ、量子コンピューターメーカーって言っても、まあ、弊社も、IBM と一緒に組んでやってたんですけど、まあ、リゲッティとかディエブとかっても、まあ、とは言っても同じベンチャーなんで、まあ、こう、契約もちょっと微妙なんですけど、もうアマゾン社とか IBM 社とか Google 社とかマイクロソフト社と契約するって言ったら、もう、力関係は明白ですね。どんなに頑張っても、GAFA とですね、うちみたいなところだと、もう明白なんで、ここはですね、きっちりと住み分けしないと、まあ、生き残れないなというイメージがあります。なので、今後はですね、ここ、まあ、見方いろんな人はいると思うんですけど、まあ、日本企業もそうですけど、プラットフォームを抑えられてしまってるんで、特に、で、これの特徴はですね、もちろん IBM みたいに垂直統合で上から下までやりたいっていう企業もあるんですけど、Amazon 社とか Microsoft 社も、なるべく上までやりたいと思うんですけど、どっちかというとやっぱハードウェア寄りですね。ハードウェア提供寄り。で、ソフトウェアの探索は一般のお客さんにお任せするというような流れが強いので、基本的には、やはりパブリッククラウドめちゃくちゃ強いので、このあたりですね、2021年以降。で、しかもまだですね、半分しか出てないですね。はい。なので、まだ半分しか提供されてないんで、IBM、Amazon しか出てないのにこの影響力なんで、Microsoft と Google が出たら、まあどうなっちゃうんだろうという感じになりますんで、今後はですね、このパブリッククラウド4強を、まあ、今年の年末までぐらいには全て出ますし、かつですね、海外だとオリジンクォンタム本源量子ですとか、アリババクラウドとか、ファーウェイの HIQ っていうのは、まあ、非常にですね、出来がめちゃくちゃいいので、今後はですね、アメリカのパブリッククラウド4強ですね、量子クラウド4強に加えて、まあ、中国の方もですね、勢いづいてくると思うんで、かなりアメリカのクラウド4強も力をつけると思いますんで、ぜひですね、注目して、この動向にですね、見ておくといいのかなと思いました。はい、じゃあ今回は以上です。